Spinner。 おはようございます、ケリーアンです。8月30日火曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。ホンダと LG が EV 用のバッテリーを生産する。日本の自動車メーカーのホンダと韓国の電池メーカー LG エナジーソリューションはアメリカに44億ドル、およそ6100億円規模の EV 向け電池工場を建設すると発表しました。この取り組みはそれぞれのサプライチェーンを強化しようとするものです。 NASA は月へ向けたロケットの打ち上げを再び延期した。NASA は昨日29日、月面着陸を目指すアルテミス計画のロケット、アルテミス1号の打ち上げを取りやめました。この延期はロケットのエンジンに不具合が見つかったためです。国連の核査察官がウクライナへ向かう。 IAEA 国際原子力機関はロシア軍が掌握するザポリージャ原子力発電所の放射線レベルを監視するためウクライナを訪問しました。パキスタンが救済された。パキスタンは今月28日 IMF 国際通貨基金から11億7000万ドルの融資を受けたことを発表しました。この融資はパキスタンが債務不履行を回避するために国際機関への支援を求めたためです。ルピーの為替が急落した。インドの通貨ルピーは昨日29日、アメリカの通貨ドルに対して史上最安値まで下落しました。イーロン・マスクがツイッターの内部告発者を召喚した。ツイッター買収劇から抜け出そうとしているイーロン・マスクは、ツイッターの元サイバーセキュリティ責任者であるピーター・ザトコの有益なスパムアカウントのデータを求めています。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。明日のニュースが気になる方はぜひ Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music でフォローしてください。 Quartz Japan では世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。また世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝えるコンテンツ Portrait of Me も配信中です。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。ケリーアンでした。Have a nice day!